これ修正されると思いますよ。本当に強いやつじゃん。ストーブ迫ってきてる時のエモートとかもあるんですか？ないです。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサー田口翔平です。やる気フォートナイトシャープ9の収録ということなんですけれども、まずは出演陣のご紹介していきましょう。光先生、自己紹介どうぞ。はい、どうも光でございます。そして、はい、こんにちは、バカバカジョジョ君です。皆さんビクロイ撮れましたか？あれからいろいろ動画出してますけど、いい加減撮れましたよね。ビクロイ撮れたよね。まだかな、この動画で撮れたらいいんじゃないかな。え、収録中あなたも1回しか撮ってませんから。そうなんですよ、全部ごめんなさい。そうなんです。さあ、そうなんですけれどもね、はい、まあやっぱフォートナイトってね、いろんな要素があって、はい、まあ、もちろんそのバトルロイヤルの中で打ち合いながら建築もしたいというところなんですけど、はいはい、エモートっていうものがございますね、はいはいはい。これについてちょっとね、レジ先生からいろいろと教えていただきたいと思うんですけど、はい、これ10回放送あるんですけども、はい、僕が一番やりたかったのはこれです。このエモートが、このエモートを紹介してくれって言うんで、僕がこの仕事わかりました、ありがとうございます。ということで、それほどこのエモートには力を入れてます。はい、エモートっていうのはもうダンスですね、うん、いろんなダンスがあります。はい、こんないっぱいあります。パッてめちゃめちゃありますね。めちゃくちゃあります。で、エモートの大事なところって言えばないです。これ戦う上で使うことないです。ないですか？ないんですね。仲間とか、あ、いいね、こういうの誰っていうので、まあ、こういうやつとか爆、ね、で、例えばですね、こうやって爆中からの撃つみたいなので、トリックショット的な感じで動画映えするようなことがあったり、あとこれとか、そうですね、バキュンバキュンとか、うんうん、で、今一番ホット、本当にまさに今一番ホットなのはこれです。これどう使うのかちょっと説明していきたいです。はい、これはもう本当にやばいです。多分これ修正されるかもしれないんですけど、そんなに すごいエモートですね。すごいな。レア度とかあるんですけど、レア度が高ければ高いほどちょっと長いですね、ダンスが。なるほどね。凝ってたり、これとかかっこよくないですか？ビクトリーロイヤルのあれを振り回してるんですよ。かっこいい。これ勝ったら踊ろう。あ、いいね。これ踊ろう。いいですね、それは。えい、ーみたいな感じで、はい、ダンスの遊び方っていうんですかね、めちゃくちゃ面白いっすよ。これ全10回で一番面白いですから、ちょっと待ってください。一番面白いですから、これが。じゃあ、ちょっと待って待って待って、行こう、早く行こう。よし。一つ忠告しておきたいなんですけども、うん、喧嘩の元にもなります。気をつけてください。この動画で僕いっぱい踊れます。悪意はないです。お願いだ、俺は悪いやつじゃないんだ。本当に普段は絶対踊らないですけど、田口さんが踊れって言うので、今日だけです。そこだけはちょっと、すまねえ、みんな勘弁してくれ。今日は認めるんですか？勘弁してくれ。今日踊る回なんだ、勘弁してくれ。相手一人倒すごとに踊っていくスタイル。そうですね。煽りじゃねえんだ、すまねえ。煽りじゃないんです、これは。煽りじゃないです。今日はエモートを見せる回なんだ、すまねえ。煽りじゃないです。だから、まあ裏テーマとして何回踊れるかっていうことですか？そうですね。ちょっと早速なんですけど、このさっきのこれ、はい、これです、やばいんですよ。何がですか？こうやって向こうに敵がいるとしたら、はい、自分隠れてるじゃないですか、はい、うんうん、こうやって行ってこうやって撃てるんですよ。やばくないですか、これ。じゃあこれで今日取れます？取れます。行きまーす。脱ぎまーす。早いです。よし、じゃあちょっと今日はいつもと違う。でも勢い乗ってますもんね。勢い乗ってますから。もう光もやっぱ対応してった方がいいんじゃないの？はい、そういいね、あ、いいね、さあ、いかに踊り踊ってビクロイをね。そうですね、あのビクロイのエモートやっぱ見たいんでね、最後ね。ちょっとそれは撮った時に最後だけ踊りますね。はい、てかタワ誰もいないですね。いないね。最高の遊び場所じゃない、全然タワーいなのに。最高だな。じゃあこれもうビクロイ間違いないですね。間違いない。よし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 。はい、回復。はい、ありがとうございます。いいね。はい、体力マックスだぜ。やっぱエモートが失敗なんじゃねえかな。いやあ、こんなところにスティンクボムがある。はい、あ、なるほどね。道のど真ん中におならを置くやつ、どいつだ。こういう使い方、踊っちゃうもの。そかそっか。まあでも今日の目的はね、相手を倒してそうですね踊ることなんだけど、もう40人だからね。全然いないっすね。できるできる。待って、さあ、ようやくエモートの使いどころが来た。エモートを踊らせます。踊ってる？あ、踊ってる。あ、しかしもう一回踊らせます。踊っちゃったね。フォートナイト楽しい。エモートは、ああ、そうだった。バキュンバキュン。こっち向いてやってもらっていいですか？あ、
向けないのか、できないんだ、できないんだ。いいね、やっぱエモートがあると豊かですね。そうですね、すごい絵が豊か。何しよっかな。あ、やべえ、そういえばこれやんなきゃな。何このそうそれ一回ここでやっていいですか。いきますよ、ヒカルさんここにいるじゃないですか、はい、僕のそこから何も動かないでください。はい、こうやってこうやった状態でこれもう分かります。にょって出てきて味方なんで食らわないんですけど隠れてるのに分かります。こっちからしたら見られてる。いきなり出てくるんだね。そうなんですよ、これ修正されると思いますよ。本当に強いやつじゃん。マジ強いですね。これで一人ちょっと倒してほしい。さあ行くぞ。あれ救援物資取り行った方がいいんじゃないの。おい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 マジでちょっと言ってるんすか。いきますよ。だって救援物資取れたらもうエモートの嵐でしょ。確かに。あーいっぱいいるぞ。やばい、これいっぱいいますね。レジ参上。いいぜ、これ気合バチッと入りました。入りました、入りました。うん、下下下、あ、ここだ、ここ来て、下まで来て。はい、さあ、ヒカルも火星に入ろうかというところ。うん、あと、あれ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 いやまだ取ってない、まだビクロ取ってない、まだ取ってないよ。すいません、すいません。これ下手したらだってヒカルも生き残っちゃうからね、はい、確かに、頑張ろうぜ。当初の目標であるビクロいい、うん、二人生存ビクロ。はい、田口さん開けましたよ。やったじゃん。もう、まあ、嫌いな武器しか入ってない。これデカポ取ってけ。こういう時の妹は、こういう時の妹はあ、ふえふえ残念って来てるからね。はい、行きましょう。来てるからね。あー、めちゃくちゃね、もうあと8人だよ。いますいます。タワー崩せ崩せ、根元崩せ、いけ。あー、偏差落ち。お、来た。よしよし、崩れた。よし、崩れましたよ。こっち来て、こっち来て、タバ行こう。はい。さあ、突っ込んでいく。ここ、エモート、大丈夫か、経験つけなくて。エモート。うん。うわー、行くでー。ここでエモートをする。今日何の意味もありません。今回はエモート会でお送りしております。はい。よし、ちょっと光を置いていくのは本当はよろしくないんですけども。いた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 。さあ、この辺り行きますよ。あ、やばいやばい。でね、出るかね、かっこいい、かっこいいうち、かっこいいうちのやつね。うち、うまい、うまい。こっち行ってんのか。一人ダウンさせたけど、ダウンさせたの、ちょっととどめさせたいですね。後ろだ、後ろだ。おい、大丈夫か。おい、壁張って、いいね、ヒカルもいいよ、壁張ってるよ。倒しに行く。お、行くね、行った。突っ込んだ、レジェ、レジェが突っ込んだ。あー、この近い距離、あー、どうか。あー、どこだ。閉じ込めてます、罠があります。うわー、罠でちゃんと仕留めとるで。で、こういう時はエモートどうすんの。一番最高のエモート、うん、うわーすいません、今回はマジエモート会なんで勘弁してください、ほんと。すいません、これは本当は本来はやってはいけない、今回エモート会なんで、すいません。すいません、本当に。オッケー、これでいけるかな。オッケー、よし、行こう。じゃあ、あ、アンチ来てるよ。はい、こっちこっちこっち、後ろ、こっちこっちこっち、いいね、いけ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 、はい、いいね、いいね、やばい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 、壁が邪魔だ、二人で頑張って壊すぞ、ここ。おぉ、右から出れます、右から出れます。うおぉ、ナイス盲点。いいね、盲点。ナイス盲点。ナイス盲点。ナイス盲点。よしよしよし、いいね、アンチ側に。え、これ、あれ、ストーム迫ってきてる時のエモートとかもあるんですか。ないです、ないです。急いでアンチ内に行ってください。そっか。よし、じゃあ今からジャンプパッツ置くから、そこに行こう。行こう、来てる、はい、いる、いる、はい、いる、で、います、います。よし、行け、あそこ、ここ。おぉ、決着つけるぞ。おぉ、どうだ。ここは上から侵入、裏を取った、この接近するのが相手の回避しているコンバットショット頑張って、相手の武道展ぶち抜きたい、抜きたい、抜きたいか、大丈夫か、さっきから何をしているのか、この間に、この間に光から何をしているのか、根元崩そうです。はい、了解です。いや、下いますね、これ行け、光、その1、1勝て、下、気をつけてね、行け、光、一人で行ける。あ、ん、やられた、なんか自分倒しました、一人。さすが、お、いるね。さあ、残り4人。どうだ、うわー、怖い。ヒカル、行け、ヒカル、行きます。あ、アンチ来てるからね。あ、落ちちゃった、ヒカル、落ちちゃった。あれ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 、あ、落ちた、大丈夫大丈夫、あれ、僕落ちました。あ、ヒカルはもうお亡くなりになりました。もうさすがにエモートする余裕ない。ワンワンスターあります。すごいな。いや、すごいな。もう戦いも、ビクロイを前に高揚感がね、止まらないんだろうね、笑っちゃっても。
さあこのタイマンを勝てばビクロイの妹出るんですがどうでしょう。抜いたー。妹は5球しかしてない。いやなんか裏面なんだよ、ね、あの分かりづらいなんかね。やったー。なんか盛り上がりにかけるっすね。なるほどね。これにかけるっすね。なんかでも間違いなくうまかったですよ最後。いやうまかったですよ。うまかったんですけど、はい、みたいな感じですよね、めちゃめちゃ楽しかったんじゃないですか。一番楽しかったっす自分。本当？はい。なんか今踊る暇ないのみたいな感じの意地悪な感じたまんねえ。絶対踊せるなと思って大笑いしちゃったんですけど。なるほど。まあ本当に見事妹もねしっかり出たけど、でもタワーなのに誰もいなかったもんね。確かにちょっとそれは気づいたら30人とか、しかも光もまた最後ねやられちゃったしね、はい、またぬるっといきました。多分だってあそこら辺全カットするから、はい、なんか気づいたらビクロイしてたみたいな多分動画になってると思います。ということで今回は妹についてお伝えしてきたんですけれども、改めてお二人妹というのやってみていかがですか。いや、 やっぱ面白いですね。ああいう緊迫した状況でも出していくっていう。いやもうちょっとレジ君の鋼のハートにちょっとね、はい、お見それいたしましたけど。どうでしょうレジ君。はい、もうそうですね。本当に道も楽しかったじゃないですか。やっぱ普通にシンプルに、難しいことしてないのに、はい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 、っていうボタン一つで楽しませることができるという最強な妹があるということを皆さんに共有できたらなと思います。良かったでございます。しかしやっぱり不快な思いをする方もいるんですけども、そこはもう推し量り合いということで。そうですね。もう画面の向こうには人がいるということを分かってる。忘れずにプレイしていただければ楽しく。画面の向こうには人がいるね。ということでまた舞浜 IMP シアターでお会いしましょう。14と15だっけな。俺も来るかもよ。バイバイ。はい、正式もお願いします。失礼しました。8月14日と15日に舞浜アンピシアターでステージ0高校生の e スポーツ大会の決勝が行われます。ぜひ現地に足を運んでご覧くださいませ。次回はいよいよ本気のビクロイ取りに挑んでいこうということで、20キロします。20キロ、はい、20キロします。3キロします、ね、それぞれ目標立ててやっていきます、はい、ではお楽しみに。バイバイ。ありがとうございました。